長崎県立なる高等学校は、長崎県五島市なる町裏にある県立、高等学校。五島列島を構成する島の一つである、鳴る島にある。略称は、鳴る港。三学期生文校時代には、福江島にある、五島高等学校の校歌を歌っていたが、歌詞が、鳴る島にはそぐわないものであった。 1974年当時在学中だった2年生の女子生徒がラジオの深夜番組オールナイト日本のあなただけのイメージソングを作りますコーナー宛てに効果を作ってほしいと手紙を出し当初は加藤和彦が担当したが郵便事故でテープが届かなかったその1ヶ月後荒井由美が代わりに担当することになったそれが瞳を閉じてとなって送られ 効果にはならなかったものの、現在でも相性化として、卒業式などで歌い継がれている。そのエピソードは1976年4月12日放送の NHK のドキュメンタリー番組、新日本紀行で紹介され反響を呼んだ。この曲が高校の音楽の教科書に掲載されることを記念し、1988年8月14日に、卒業生など、 約600人の寄付によって、校門の隣に花避が建てられ、除幕式には、松藤谷由美も出席した。この曲は、荒井由美のアルバム、ミスリム、同時発売のシングル、12月の雨の B 面に収録されている。なお、憧れのハワイ航路など数々のヒット曲で知られる、作詞家の石本美幸は、新日本気候で紹介された、このエピソードに感動して、 豪華の作詞を手掛けたという、ありがとうございます。